久保さん。今回ね、あれですかね。圧倒的量にしましょうか。圧倒的な量。なんかみんなやったって言ってるんですけど、なんかまあ、久保さんと僕のレベルまで来ると、みんな、やってる量が、それでやったのっていう、なっちゃうんですよね <laughs>。まあ別にいいんですけどね。人それぞれのその基準値があるので。うん、なんか、やったうちに入んのかなっていうのは思っちゃいますよね。本当に。 なんかまあなんか一日なんかまあほにまあ僕とか久保さんから見て初心者の人が一日100本ずつアップしてますっていうふうに言ってくるようなやつがいたらそれはやってるなやみたいなすごいやんみたいな一日100本でえ月間3000本だいぶやってるなやみたいなまあそれは思うんですけど一日1本やりました頑張りましたっていうのはなんかその。 歯磨き十秒やりましたみたいなね <laughs> う。うんまあなんかまあ別にここまでやらなくてもまあ僕の熟生さんで稼いでる人もぼまあ僕ほどやってはいないですけどまあ量をねうん何だろうなまあある程度はねやっぱまあ量しかないのでうんだってやった量しか経験値積まないと思うんですよね なんかその、うん、ドラクエをね、買って1分でクリアできる人って絶対いないと思うんですよ。1分で。ドラクエをね。結局その、もちろん上級者になると、あの、何時間とかでクリアできる人もいてるかもしれないですよ、世話の中には。だけど、結局その、クリアするのに、クリアするために必要なものって時間じゃないですか。かけた、そこに費やした時間ですよね。 で、その費やした時間、どれぐらいやったのかっていう、もうそこに一点張りしかないと思うんですよ。うん。なんかでも、儲かる情報を探す時間は費やしてるっていうね。<laughs> 何が儲かるのかな、私にもできる方法ないかなっていう情報を探す時間は費やしてるけども、自分の経験値を上げる時間は、時間に対しての、えー、は費やしてない。うん。だ早くやって経験値積まないといつまで経っても進化しないので。 まあ、量以外あんのかな僕は量、量だと思いますけどね。自分のスキル上げていくためには。うん。まあ、今度僕、あの、1月末中村さんの商品ツール売るんですけど、結局中村さんも FX めちゃやってましたからね。最初。めちゃやってましたよ。もうずっと何、なんかの音声対談でもなんか言ってましたけど、もうずっと24時間なんかずっとなんか相場見てなんかやってるとかね。そう。まあ、だからやってましたからね。 うん、久保さんもまあ FX 何でもやってるわけじゃないですか。か結局費やした時間じゃないですか <laughs>。そう。だそれ以外なんか上達する方法ってあんのかなみたいな。まあそのツールとかは置いときますよ、うん。そういうのは置いときまして、自分で何か稼ぐっていうスキルですよね。だそれに関してはうーん、かけた時間しかないかなと思いますね。う だからか、か、時間かけてないんだったら、かけ、今日かけましたみたいな <laughs>。稼ぎたいんだったら、稼ぐために時間を費やしたんですかと。稼ぐ方法を探す、探す方法に時間を費やしてるけど、自分がやってる時間は費やしてないっていうね。このなんか皮肉というか。うん。やる時間を増やしていかないと。もちろん最初はわかんないことがあるんで、勉強する時間も必要ですけども、勉強しただけじゃ、金は稼げないですから。あと、それ形にしていかないといけないですからね。 いってらっしゃい